にちは、まさよん6494です。今回はですね、死刑制度について賛成か反対かについて、客観的な意見と自分の気持ちについてお話ししていきたいかなと思います。でですね、このニュースは NHK が世論調査して、電話 で2000人ぐらいかな調査して、死刑制度が賛成が 56% で、廃止すべきが 8% という結果になって、まあ、そのことについてですね、お話ししていきたいかなと思います。でですね、客観的な意見としてはですね、そうですね、どうなんだろう、あんまり、言ってる方が多くはなかった感じはするんですよね。結構見てる方はいるんですが、あまり意見的なことを言ってる方が少なくてですね、まあ、なんとも言えない感じですね。でですね、自分の気持ちとしては、まあ、どっちって言われると、死刑制度は賛成の方です。はい。その理由か、理由としてはですね、まあ、まあ、罪を犯したで死刑という判決を受けて、まあ、何年か、まあ、何年以内とかそういうのはわからないんですが、まあ人の手によって下ろすということですよね、死刑制度で。ですね、まあそのものについてというよりも、もし死刑制度がなくなってしまったらっていうことになってくると、多分殺された被害者の家族、知人やら、まあ、知人か、まあ、親族の人たちが復讐に走る確率が、まあ、高くなるんじゃないかなと思います。で、まあ、その復讐をしたらまた復讐され返すとか、そういう、まあ、負の連鎖が生まれてしまうかなと思う。普通にありますね。まあ、今死刑制度が、まあ、実施されているんですが、まあ、それでもなお復讐をすることがありますよね。でもしこれなくなったらもっと増えるんじゃないかなと思います、ね。まあ、大事な、まあ、例えば娘さんが殺されたということで、まあ、殺した犯人が、まあ、無罪になってしまったりだとか、あとは死刑ではなく懲役10年とかそういう判決になったら、まあ、納得がいかないと家族からしたら、で復讐になるということとか、まあ、そういったことを考えると、まあ、なくさない方がいいんじゃないかなってすごい思います。はい。まだ、まあ、そういう事件に巻き込まれて聞いたことがないので、まあ、そういった気持ちとかはわからないですが、まあ、おそらく、まあ、親とか、まあ、すごい親しい友達とか、まあ、彼女がいたら彼女だったりとかが、そういうことで殺されたと、そういうことだったらすごい怒るというか、まあ復讐してしまうかもしれませんよね。うん、まあそう思います。はい。で、まあ、なんだろうな。まああともう一つあって、まあ例えば死刑制度が廃止されるとすると、無期懲役だとか、まあ、懲役が長くなったりとかすることになると思います。で、刑務所に収容される、その加害者の方が、まあすごい長い年月そこにいると、で、まあそこに服役している間
のご飯だとかそういうことって、まあ、国民の税金から賄っているということで、まあ、ふざけんじゃねえよ、なんでおめえらのために金を払わないといけねえんだよっていう気持ちがありますね。普通にそんなことをしてんじゃねえ、まあ、だから殺せとかそういう話ではないんですが、まあ、そういうのもちょっとありますよね。なんでおめえらの飯を、飯の金を俺が出さないといけねえんだよってみたいな、そういう感じです。はい、そんな感じかな。これは 58% 多いか少ないかっていうとどうなんでしょうね、世の中的には。まあ、それはちょっとわからないですが、まあ、自分の個人的としては死刑制度はまあ継続した方がいいかなと思いました。はい、ということでですね、今回は死刑制度の、まあ、賛成か反対かについてお話ししていきました。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。